これは本当は教えたくないんですけど、でも教えちゃいます。アームヒーロー近藤です。猛獣坂本秀隆です。アームジャンキー吉岡和樹です。アームレッツトリーナー熊です。ちょっと噛んじゃいました。アームレスリングトレーナー熊さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。今回はどんなトレーニングを教えていただけるんでしょうか。試合が結構またあるみたいなんで、はい、ちょっと頻繁に始まってきましたよね。ありますよね、はい、そしたらじゃ あのスタート練習のその2、うん、前回ちょっと1回やらせていただいたんですけど、はいはい、その2パート2ちょっとやってみたいなと、はい、でこれ秘技なんですけど、秘技、はい、教えちゃっていいっすかね。これちょっと秘技なんですよ。教えてください。教えちゃっていいですか。お願いします。わかりました。じゃあ行きましょう。それやりましょう。はい、はい、体切っちゃいましたね。ドン、あっ、おお、素晴らしい。これをやるための秘技なんですよ。秘技、はい、今日はですね、テッテレーテニスボール、これを使ってちょっとトレーニングをしたいと思います、うん、これまずあの第1弾なんですけど、第1弾、はいはい、これとその後のエクササイズを合わせることによって、うん、あのスピードの速いスタートが切ることができるようになります。またスピード重視の、スピード重視です、はい、スピード大切なんで。そうですよね、アメレスティングね、はい、じゃまず、うん、このトレーニングをする前に、うん、あの一回ちょっと私 の、はい、あのスタートを切るスピードを見ていきます。そうだ、クマさんは、はい、自分があの、ね、重量級で勝てなかった選手を、はい、倒してますよね。倒しました。あれスピードで、スピードで、スピードで倒しましたよね。倒しました、倒しました。ということは、俺は近藤さんより強いかもしれない。そうかもしれない。すみません。吉川さん、ちょっと、はい、見てもらって。じゃあ、いきますよ、はい。ストレート。ゴーちょっと遅くないですか。ちょっとすみません。集中力が足らなかったかもしれない。そうですね、すみません。そうですね。ちょっと、キリがない。はい、テンションを変えますんで、はい、大事だったらもっと上げますから。わかりました。ちょっと待ってくださいね。はい、テンションを変える。おお。今調律してるんですよ。はい、合わせて。ほっほっほっ。オッケーです。お願いします。ドッ。おお。おお。これ素晴らしい。大丈夫ですか？うん、すごい。大丈夫ですか？ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。これをやるための秘技なんですよ。秘技。はい。今ここで私何したかっていうと、まずこのストロークですね、うんうん、一番最初に動いたのがこのストロークを入れて今度体で切ったですね、はい、うん、でまずこのストロークの練習でこのテニスボールをこの手を力を抜いた状態でこの角度、この角度が今自分が構えている時の一番いいストロークが入る角度なんですね。これじゃダメなんですよ。この力をブランって抜いた状態、この角度、はい、これでストロークしてる、はい、でこの状態でボールを持っていただいて、うん、このボールを向こうに、うん、ちょっと待って、本当に、はい、あのネットそのために用意したんですか。そうです。あ、そういう練習してるんですね。ここでもちろんですよ。この角度を気をつけて、はい、このスナップですね。スナップ、はい、これで、あ、まず、はい、まずそのブランドの角度ですね。そこがストローク、ストローク、はい、はい、体切っちゃいましたね。ちょっと趣旨が変わっちゃいましたけど、まあ次行きましょう。ブランって、そう、ブランって、これ、ここが一番いいストロークなんですよ、うん、これが、こうなっちゃったりこうなっちゃったりしたらダメなんです。これが一番、そう、あの手のなんていうんですか、動きがスムーズな場所なんですよ。なるほど。ここでストロークしてやるんです。ストローク、スナップだけで。スッ。お、お、うまい。遅いけど、遅いけどいいです。遅いよね。俺も遅いと思った。でも、お、いい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 、スナップ効かして。お、いい、いい、いい。え、もう一丁。えい、えい、えい。
じゃあ吉田選手行ってみましょう。はい、すごいな、ああ、惜しい惜しい惜しい、もっともっと、この指に、おい、惜しい惜しい、もっと指に、もう、おい、もう一回、もう一回、おいね、OK、OK、OK、これで、この、なんていうんですか、叩くっていうんですか、叩く、昔ね、自分の師匠が叩くって言ってました、叩く、言ってました、はい、はい、これをこれで養い、はい、で、その第2弾として、うん、第2弾があるんですか、第2弾、そうです、こあのもう一個合体させて、さっきのスピードが出る。うん、これは本当は教えたくないんですけど、でも教えちゃいます、はい、これは本当は教えたくないんですけど、でも教えちゃいます、はい、これあのある整体の先生に教わったんですけど、どうやったらスピードを速く切れるかっていう質問をしたら、肘を一旦中に入れてこれを弾いてこういう角使う、そうです、それ使ってる方多いですよね、アームレスラー、自然にね、そうですね、アームレスリングの場合、こう弾いてこっから力入れなければならないので、うん、中に入れて弾くと同時に自分の体を切って体重を乗せてあげる、そうするとスパッと倒すことができます。でこれを覚えるためのエクササイズ、うん、はい、はい、まずですね、肘を中に入れます、中に入れたのを弾く、中に入れたのを弾く、ワン、ツー、ワン、なんか難しくなってきた、なんか難しくなってきた、ワン、ツー、なんか難しくなってきた、これふざけてないんですよ、本気なんですよ入れたのを弾く、入れたのを弾く、それは、はい、あの右だけだともったいないじゃないですか、時間が、うん、なんで左も加えちゃっただけです一回やってみましょう、ものは試しに、うん、この2、3はやりたくない、うん、じゃあちょっと見ててください、見てます、はい、え、やってみましょう、やってみましょう、やってください、はい、はい、まず右手からいきますよ、右手から中に入れます、弾きますはい、中に左手、中に入れます、弾きます、はい、右の中に入れます、はい、弾きます、はい、リズムよく腰も使って腰もワン、もう準備が、ワン、いいじゃん、ワン、オッケー、ワン、リズム感はリズム感、よし、よし、そこいい、いい、肘を中に入れて、そう、で弾く、そう、そう、何回のもうどうにか、そう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 、オッケー、オッケー、もう、腰をこう切った時に体が倒れるんです、腰を、そうです、でこの時に締めて。そう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 先ほどのスピードが出る、はい、ちょっと一回やってみましょうか、その踏まえたで、踏まえたで、はい、じゃあこの2さんから、はい、見てるだけで多分もうこの2さんに、まあ、できると思うんで、そう、おっ、あーいいっすね、遅かったね、編集でスピードアップしてもらえばいいんじゃないですか無理無理あ、あ、いいですね、それでもいいんです、それでもいいんです、そんな感じですね、はい、素晴らしい、次行きましょう、はい、お願いします、おっ、あいい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 いもういいですね、吉田君ちょっとできなかったけどやってみよう、はい、うん、頑張ってみよう、まずね、恥ずかしかった、恥ずかしがったらダメ、自分の力出せないから、分かった、はい、よし、いってみよう、そっ、ゴー、おお、めっちゃ速いじゃん、すごい、この間より速いじゃん、どうしたの、スタンド良くなってますね、はい、じゃあちょっと皆さんにも、はい、参考にしていただければと思います、はい、はい、今回もありがとうございました、どうですか、ありがとうございました、ありがとうございました、もう準備がワン、もういいぜ、ワン、リズム感はワン、よし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 、よ
よし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 よ